5対3ジャイアンツが2点取り
試合目を迎えています。さあサンチェスは6回も続投、今日が6試合目の登板、2勝2敗ですが2敗はいずれもこのタイガース戦、ただ前回と違ってこの6回まで投げ続けています。5番のサンズから始まるこの6回までのタイガースです。このストライク、このスモークの逆転スリーランホームランが生まれて、またジャイアンツリード変わっています。なるかっていうのは結構大事ですね。そのポイントとか